まさか、ネオさんが？ええ、状況は深刻よ。あと数日後には、世界中が大混乱に陥るかもしれないわ。AI の暴走か。私たちがワールドツアーを回ってる間に大変なことが起こってたんだね。その暴走を止めるために伊吹たちは仮想空間でライブをしようと。ええ、今バーチャル D4 フェスの準備を急ピッチで進めているところよ。そんな重大なライブをたったの1週間で。母ちゃんからも連絡来てた。今大変だよって。母ちゃん？誰？ユニコードのハヤテちゃん、いとこなの。ちょっと待って、なんでそれ早く言わないの？どうか。忘れてた。あんたって人は。ねえシャノ、今から私たちも日本に戻って手伝えないかしら。気持ちはわかるが、移動時間を考えると私たちに大したことはできないだろうな。そうね。ただあなたたちなら別の方法で力になることもできると思うわ。別の方法って？失礼ですが、どなたかしら？彼は今私たちのワールドツアーに帯同してもらっている現地のプロモーターだ。私とマナがパブで飲んでいた時、偶然出会った。最初は同じ日本人だから声かけたんだけど、実はすごい人だったんだよね。ああ、まさかこんなところで元 LMO に出会えるとは思ってもみなかった。何ですって？マサキさん、ご紹介します。彼は元 LMO の一人、三橋翔さんです。ごめんください。はーい、少しお待ちください。あれ、ハヤテ、どうしたの？歌詞のイメージを浮かべるためにココアたちの様子を見に来たんだよ。何もない部屋ですが、楽にしてくださいね。すぐにお茶を持ってまいりますので。どう？レイさんとの作曲うまくいってる？うん、もうデモは出来上がったけど。どうしたの？元気ないね。だってレイさんすごいんだもん。私がちょっとイメージ伝えただけでどんどんメロディーが出てくるし、正直才能の差を見せつけられるっていうか。それはココアの伝えるイメージがいいからじゃない？そうかもしれないけど、私はあんな楽しそうに曲を作れないし。そうなの？いつも楽しい曲作ってくれるのに。今回の作戦は、私たちがいい曲を作れなかったら全部台無しになっちゃうのよ。それなのにレイさんはいつも通りっていうか、この状況でも曲作りを楽しんでる感じがして。ハピアラや他の先輩たちは今までいろんな経験をしてきたんだから仕方ないよ。それに私はココアの才能が一番だって信じてるから、もっと自信を持って。ハヤテ、近いって。お二人とも仲がよろしいんですね。はあ？レイさん、いつからそこに？つい先ほどからですが、何か？いえ、何でもありません。お茶、うまし。お粗末様です。ハヤテ、覚えておきなさいよ。